はい、どうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオズでございます。いや、ついに発表されました。It's a small world with グルートの詳細ですね。2025年、なんと1月の15日からスタートしまして、同じ年、2025年の6月の30日までの期間限定で、こちらの It's a small world with グルートが開催することが決定いたしました。東京ディズニーリゾート初のマーベル要素の持つアトラクションとなります。私自身、まあ東京ディズニーリゾート海外パークのねディズニーリゾートもですし、もちろんマーベル要素めちゃめちゃ大好きなので、いや本当に待ちに待ったねコラボレーションとなっております。発表された当初はまさかイッツアスモールワールドとマーベル、いやどんなコラボになるのとは思っていたんですけども、こちらのねやっぱりコンセプトアート出てから、いやこれは絶対面白いものになるなっていうのを確信しておりました。今回ですね、この It's a Small World with Groot をイマジニアの方々が作っている風景がですね、映像が公開されました。こちらでございます。はい、こちらシュリのブラックパンサーですね。あのハーブを持っております。これによってねブラックパンサーの力を得ることができますけども、こちらはアントマンとワスプですね。そしてガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのグルートと、そしてその隣にいるのはロケットでございます。こちらおそらくベネツィアのエリアですね。そして傘を持つグルート、メリーポピンズをね真似ているんでしょうかね。そしてグルートのオーディオアニマトロニクスを作るイマジニアの方々ですけども、おそらくアイアムグルートでね、あの出てきたようなグルートたちがモチーフとなっているんじゃないでしょうか。そしてさらにこちらはですね、ソーとなっております。ソーラブ&サンダーに出てきたコスチュームとなっておりますね。ムジョリニアも持っております。そしてこちらサムのキャプテンアメリカでございますね。そしてこの衣装を縫っているのがマンティスの衣装となっておりまして、その横にはねガモーラもいます。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのねメンバーもいまして、スターロードがねまだ出てきてないので、このスターロードのね姿コスチュームとかもね非常に注目したいところであります。いやそういったところでねめちゃめちゃ楽しみですね。本当にこう可愛らしいね要素のグルートと、そしてこの It's a Small World 見事にコラボレーションしておりまして、これがねまたマッチしてるんですよ。なので今までマーベル見たことない人もね、これめちゃめちゃ楽しめるんじゃないかなと思いますし、今まで MCU、マーベルシネマティックユニバースの映画を見ている方は特にですね、これめちゃめちゃ楽しめる、さらに楽しめる要素となるんじゃないかなと思います。このコンセプトアート見てみるとですね、オリジナルのアベンジャーズのうち一人しかいないですね。ここにいるハルクでございます。ハルク以外はですね、オリジナルアベンジャーズ、キャプテンアメリカとかね、アイアンマンとかいないんですよ。ここにいるキャラクター、アントマン、ワスプ、キャプテン・マーベル、ドクター・ストレンジ、ウォン、ミズ・マーベル、シュリのブラック・パンサー、マイティ・ソー、グース、サムのキャプテン・アメリカ、そしてガーディオンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのメンバー、スター・ロード・ドラッグス、ガモーラ、マンティス、ロケット、そしてグルートでございますね。こんな感じでインフィニティサーガのキャラクターはもちろん出てるんですけども、コスチュームとかを見るにマルチバースサーガのキャラクターが出ているんですよね。なので昔からマーベルを見てる人、さらにはね今のマーベルシネマティックユニバースを見ている人も楽しめる要素になるんじゃないかなと思います。このコンセプトアート以外にもですね、おそらくキャラクター出てくると思いますので、それぞれのね国に溶け込んでいるまあ素敵な姿のグルートと、そしてそこに関連してくるようなキャラクターたちが非常に注目していきたいところであります。そしてね、この東京ディズニーリゾートでもマーベル要素が増えてきたんですけども、皆さん記憶に新しいかと思います。私も動画に出しておりました。東京ディズニーリゾートのディズニーアンバサダーホテルで2023年から期間限定で宿泊することができたアベンジャーズをテーマにしたマーベルスペシャルルーム、アベンジャーズヒーローズユナイテッドですね。こちら本当にこうめちゃめちゃかっこいいコンセプトアート、そしていろんなグッズとかをもらえるようなね部屋だったと思います。そしてですね、こちら私泊まっていないんですけども、同じくディズニーアンバサダーホテルに2023年9月の13日から2024年1月の8日までの期間限定でアイアンマンをテーマにしたマーベルスペシャルルーム、アイアンマンが行われておりました。こちらも本当にこう素敵なねプレゼントとか、あとは部屋のコンセプトアートとかね、見ることができたので、素晴らしい体験だったんじゃないかなと思います。
そして2024年9月の20日からスタートする Reach for the Stars という新ナイトタイムエンターテイメントでございます。キャッスルプロジェクションが復活いたしますけども、こちらにもマーベル要素、アイアンマン、そしてキャプテンマーベルが今のところ登場する予定となっておりますので、どんな登場の仕方になっていくのかというところは、9月の20日以降楽しみですね。私もですね、9月の20日前後に見に行く予定となっております。そしてその今回決まったね、 It's a Small World with Groot ということでございますけども、マーベル要素続々と増えてきております。ホテル、ショー、アトラクション、こう来たら何が来るんですかね。そう、エリアじゃないですか。マーベルのエリア、アベンジャーズキャンパス、もしくはそれと違う東京ディズニーリゾートのマーベルエリア、これがねもう本当に期待していいんじゃないかなと思います。東京ディズニーリゾートにアベンジャーズのエリアができたら、それはまた時代が動いていくのかもしれないですね。まだね、期間限定の段階なので、これがね好評になってくれれば、アベンジャーズ、マーベルのエリアも夢じゃないでしょう。はい、それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。今回発表されました It's a Small World with Groot の日程でございましたけども、1月の15日から6月の30日までなので、約5ヶ月半に及ぶ、長期間のね、この期間限定のコンテンツとなりましたけども、これがねこう毎年こう続いていくといいな、なんては思っておりますので、ぜひですね、この1月15日から6月の30日までの期間、It's a Small World with Groot、皆さん体験してみてはいかがでしょうか。そして、それに伴ってね、皆さんぜひ、マーベルシネマティックユニバースの作品たち、たくさんあるんですけども、なぜたくさん出ているのか、それは見たらわかります。めちゃめちゃ面白い作品たちがあります。皆さんのお気に入りのキャラクター、それが決まってくることでしょう。それではですね、この動画、いいねと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私、WD23 スタジオザですね、SNS、Twitter、X、Instagram、スレッズ、そしてブルースカイの方もやっております。そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。そして、2024年中にチャンネル登録者5000人突破目指しておりますので、そちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の、I am Groot。